これもですね、マカオの有名な観光地、遺跡になります。聖ポール天主堂跡になりますね。見ながら行きましょうか。ですね、ここも、イエズス会が作った、教会なんですが、作った時にはですね、ポルトガル人はもちろんなんですが、長崎を追われたね、日本のね、キリシタンもですね、建造に関わったらしいんですよね。ですから、ところどころに、漢字とか、あと、菊の形とかですね、彫られていると言われています。で、ご覧のようにですね、もう壁しか、前面の壁しかないんですが、1800何十年ごろかに火事があって、この前面の壁だけが残って、他全部崩れてしまったという残念なことにもなってます。ただ珍しいですよね、このような壁だけが残っているという、こんな感じですね。近づいてみます。ちょっと壁も開けてみてみましょうか。どこかに漢字があると言ってますけど、ちょっとわからないですね。まあやっぱり歴史を感じさせますよね。中に入ってみましょう。こんな形です。本当に前面の壁だけが残ってる。裏側はこんな感じですね。あと一部が地下の方に行く階段が残ってるとも言ってました。多分これですね。日本を追われたね、キリシタンが建造に関わってたって言ったなんか悲しい感じがしますね。ただここ本当に観光地で有名なので、この前面のところに行くと本当に観光客が多いです。そして若い女性が多いですね。多分韓国、中国かと思うんですが、みんなポーズ撮って写真撮ってます。はい、向こうの方にマカオの昔からある町の様子が見えますね。北の半島の方です。あとこれ、この金色の建物が結構象徴的な形をしています。昔からあるマカオのカジノ、リスボアですね。私も一度行ったことあるんですが、まあ最新のカジノに比べると非常に建物というか、あと設備関係も古いです。まあでも、未だに人気は高いですね。はい。あ、上から見てみましょうか。こんな感じです。本当に観光客が多いですね。